守りの障壁よ。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  守りの障壁よ。守りの障壁よ。守りの障壁よ。ロイスティナフェリア。守りの障壁よ。はあ。はあ。はあ。そこです。守りの障壁。いってらおい。メイカレドクレスティアン。 守りロイスティナフェリア。守りの障壁よ。守りの障壁よ。アルチャワ。守りの障壁よ。守りの障壁よ。ロイスティナフェリア。守りの障壁よ。ベンカリド。守りの障壁よ。いってらおい。 Man, I just took care of them all. Oh, fucking wrong button. And didn't go off. Nice. Hope you hit him! Damn, you actually hit it! Why aren't you taking damage anymore? What changed? What the fuck's going on? メイカレドクレ守りの障壁よ。
it's gonna get immune to damage next turn. But of course it will. Just want to make this fucking longer on me. I think something about hitting these makes it vulnerable, I think. That's what everyone else does in their video. So I guess I'm just gonna keep smacking this one until it comes down, and then I'm gonna try electrocuting it to death. Hopefully he takes damage. I don't know. Nope, didn't take any damage anymore. Well, fuck me. Well, time to fucking... This went right through it too. That's cool. That's fine. Game, please. This. Thank you! Christ! I thought using Diana would make it easier. But I literally used up all her mana pool. All 3,000 of it. Do overclock. Damn, I don't think I... Did I even level up through that? Like... Oh my god. The gameplay of this game sucks. Ashura-sensei, Mori is okay, right? The body is not a problem, but... もう一緒に森の魂も消しちゃったんじゃない。涼しい。まさか、そんなこと。でも変ね。もう意識が戻っても良さそうなものなんだけど。あ、うーん。七不思議？え？七不思議がどうしたの？そういえば、最後の一つは結局何だったわけ？それだ。 図書室の幽霊、私行ってくる。あっこ？モリ、いるんでしょ？出てきて。モリ、よかった。ほら、さっさと体に戻ろうよ。できないよ。 私、資料の魔女だったんだよ。それに、なんだ、そんなことか。大丈夫だって。もう二人とも喧嘩したことさえ覚えて。そういうこと言ってるんじゃない。じゃあ謝ればいいじゃん。覚えてても覚えてなくても許してくれるって。許してくれるかな。当たり前じゃん。二人ともモリーがいなくなって心配してたよ。エルザとアムリアが。 どうして？だって友達でしょ？モリー！モリー、よかった！あっこ、ありがとう。 モリーも疲れてるでしょうから、ほどほどに。私なら大丈夫です。それより、私に聞きたいことが。それは、モリー、あなたはどうして資料の魔女になったの？ダイアナ、こ
Kind of still. することで私は魔法の練習を何度も繰り返した。おかげで落ちこぼれの魔女と呼ばれることはなくなったわ。でもホロロギウムの魔という秘密は誰にも打ち明けられなくて、こんなはずじゃなかった。ルーナノバで楽しい学園生活を夢見ていたのに。だから私はホロロギウムの魔の力でルーナノバに入学する前まで時間を戻そうとしたの。ただルーナノバで楽しく過ごすために。その時の私は、結果的に私は時の呪いを受けてしまった。そして時間の輪から外れた存在になった。私は毎年ルーナノバに入学する。1年経てばそれまでの私に関する記憶は失われる。誰も私のことは覚えていない。絶望した私は気づけば死霊の魔女と呼ばれるモンスターになっていた。そして当時のルーナノバの先生たちが死霊の魔女となった私を、力も記憶も失ったおかげで私自身もまた毎年記憶がリセットされて、アーシュラ先生、私覚悟できてますから。覚悟って私は死霊の魔女なの。そのせいでアッコたちを危険にさらしてしまった。だから改めてこのホロロギウムの魔に封印してください。え、何言ってるのよモリー。いいの、そうじゃないと私も耐えられないから。そんなことしないよね、アーシュラ先生。どうしようかしら、アーシュラ先生。冗談よ。だってモリーはもうただの人間だから。え、やはりそうなのですね。どういうこと。死霊の魔女の封印について考えていたのです。200年もの間強固に封印をし続けていたにもかかわらず、もはや封印する意味がなくなっていたのではないでしょうか。意味がない。長い年月封印されたことによって死霊の魔女の力は、それこそは死霊の魔女を封印した当時のルーナノバの説。そうね、全てはモリーを救うために。私を救うために。あなたを縛っていた時の呪いは死霊の魔女の力とともに消え去っているわ。じゃあモリーを封印したりする必要はないってことよね。ええ。でも私は罰を受けなければ。 I think you've been punished enough。 罰なら十分に受けたでしょ。200年もの間ルーナノバに通い続けたのだから。それにあなたを封印するとなったら私だけの力じゃ無理です。となると校長先生やフィネラ。それは絶対ダメ。今回の騒動で下手したら私が退学になっちゃうよ。というわけであなたは今まで通りに、いえ今度はちゃんとルーナノバを卒業できるように学園生活を送ってください。めでたしめでたしだね。ああ、喜んでるところ悪いけどさ、おかしくなってた時間の流れはどうなったんだ。あ、そういえばそれならもう、そうなの。もともと
アッコたちが同じ日を繰り返していたのは狩猟の魔女の封印が解けた時の保険だったのよ。もう狩猟の魔女はいない。だから今夜は時間が逆行しないはずよ。Oh, convenient. You still need to claim the library. キノコ栽培に専念でいき。スーシー、こんな時くらい何か言うことないの？へ。さすがに少し疲れましたわ。へえ、ダイアナでも疲れるんだ。あなたは私を何だと。もういいですわ。夏休み初日だ。夏休みは始まったばかりだよ。イブコ、どこか行きたいと。海とか山とか観光名所巡り。そんなにいっぱい行けないよ。ロッテは行きたいところないの？うーん、急に言われても。本当にありがとう。気にしなくていいよ、友達でしょ。うん、これで誰も立ち入ることはできないでしょう。仕掛け扉の鍵になっていたのはこの本ね。こ、あっこ、何それ？図書カード？うん、これはシャリオカードの試作品、ホロロギウムの間だよ。開かずの扉の先にある秘宝はこれだったんだ。開かずの扉の先じゃないじゃん。シャリオカード？そうだ、アッコ、ごめん。アッコの大切なものを。うんうん、大丈夫。ちゃんと全部集め直したし。それより、このカード私がもらっていいかな？え、うん。私もそんなカードが挟まってるなんて知らなかったし。じゃあこれ、私がもらってもいいですか？いいんじゃないかしら。喜ぶのはその辺にして。アッコはまだやることがあるでしょ。図書室の本整理。アッコ、さっさとやっちゃおう。たく、仕方ねえな、うん、みんなでやればすぐ終わる。仕方ありません。もちろん私も手伝うよ。ほら、みんな手伝ってくれるって言ってるんだから。なんで私まで手伝うことになってんの？Oh my god, it's finally over. That was a big time skip. 今度の休みの日、アイスクリーム食べに行かない？
美味しいお店があるってヤスミンカに聞いたんだ。ブライトンベリーにあるお店。うん。ねえ、寿司も行くでしょ。あ、でそれ何書いてるの？毒鉢の注文書。欲しかった毒鉢が久々に入荷したんだ。絶対に手に